皆さんどうもこんにちは、ゆぬと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、キングダムハーツかね、スイッチバージョンで出たのでね、そちらの方で遊んでいきたいと思います。前回前々回遊んだんだけど、それとはちょっとごめん、また別のやつで、あれって1個のゲームソフトに何個もゲームが入ってるみたいな感じなんだけど、なんか体験版って使用回数とか使用時間みたいなのが決まってて、それがごめん上限に達しちゃったから他のやつできなかったんだけど、今回はそういうのもう一個また別のやつの中の、ドリームドロップディスタンスってやつだね。ごめん、これね、実はね、やったことないから、全くわかんないんだよね。どんなやつなのか。だからね、正直ね、自分もね、楽しみにしてる。でもね、時間決まってるから、とりあえずね、パンパン行くね。え、全然関係ない話して、やばい、口の中にのだめが残ってた。これでよかったのか？あー、ここあれじゃん。覚えてる覚えてる。ジェアノート。ガチか。どうする気なんだ。うわ、これ過去作やったことあるんだったら、おーってなってるだろうな。お前、記憶が戻ったのか。マジか。いや、やっぱり、記憶は消えてなかったのか。めちゃめちゃ目合うな。俺の名は、ジェアノートではない。な、おー。だ。あー、マジか。マジか、これ最初から全部立ち上げてるな。アンセム。おい、ガチか。いやー、これはね、ストーリーね、一個ずつやりたいね。あー、主人公ね、右側の茶髪ソラ、ね、イカダで、ね、どこまで行けると思う？おー。さあな。ダメだったら、別の方法を考えるさ。あ、体験版やったばっかりだったわ。ごめんごめん。それで言うとさ、体験版さ、まだ配信しないやつ体験すればよかったなと思いながら、今回のこれ選んだ。これはね、3つかな、ゲーム入ってるんだけど、そのうち1個だけやったことあった。もうすぐ嵐だ。そうだな、うん、波も高くなってきた。おお、トータとも、ああ、イカダで2人で旅立ったんだ。ああ、それはやばい。あ、あれ、リクは、あ、リク、やべえ、ただの板1枚になっちゃった。大丈夫だ。なんだ、いや、ブラックホールみたいなやつあるじゃん。マジで本当に。ガチかよ。本当だ、あいつらがいるよ。あ、そう、普通にこのキャラクターね。キッチン、アリは返させてもらうからね。アリ、アースラ、どうして、どうこれも試練。ほら、考えてる暇はないぞ。あ、そういうとこじゃない。分かってる。今度こそ、そうはいかないよ。わー、ガチ、え、急にバトル、急にガチ。しかもアスラ、画面にメモワールのサインが現れたらすぐに見るかスキップすることができます。スキップしてやったわ。大丈夫か分かんないけど、時間がないためスキップしてやったわ。このゲームまだ1回もやったことないのでスキップしてやったわ。え、ガチだ。やらかすかもしれない。ごめんね、やらかしちゃったら先謝っとこう。私を怒らせたね。いや、こっちもブチギレしませんだよ。嬉しなくてアースラの原因やつけど。あー、ガチか。やばいやばいやばい、基本操作は変わってない。だいたいアースラの攻撃攻撃みたいなイメージあるけど、で、銃撃で、あのポーションとかさ、グリザベとかファイヤー変えるみたいな。やばい。で、B ジャンプとか。しまった、ガードなんだっけ。あんまりガードしない民だから、民ターンだ。マンボ X だ。左に書いてるね。いや、当たってねえな。やばい、待って、燃えろ。これこうしたら、これか、後ろ気のだよ。分かった分かった分かった。やばいやばい、やめて、攻撃してない。ガチか。やばい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 。それ、あ、待って、燃えろ。何か、何か、やばい、やっつけるやっつけるやっつける。こいつ、いけたー。あぶねー。ちょっと焦ったー。全然大丈夫だった。あー、焦った。全然大丈夫だったってこいつよく言えたな。あ、ちなみにごめん、ちょっとオープニングね、飛ばしちゃってたから、そっちはね、またね、おのを楽しんでもらえたらな。自分もね、見たかった。今日やばい、早くしなきゃと思って飛ばしちゃった。一作品目だけだと、そういうドラマも見たら。あー、ガチか。やば。すーげえな。おー、頑張れ。あ、やばい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 。あじゃあ。おー、え、どうなる？え、ここで終わらないよね。ここで終わったらやばいな。
気になるね、そうなったらそうなったで。え、今も十分気になってるけど、それでね。あー、出たー。わかってます。こういう時はどうすればいいかわかってます。Dブレードです。任せてよ。おー。ガチか。やべえな。リクは分かってるっぽかったけど、今。完全に空はもう下向いてたけどね。大丈夫か。おー。すげえ。マジか。おー。誰？え？何？中3期間もそうだけどさ、見えないんだよ、なんか。え、ぶち切れなかった。やべえ、うわー、めっちゃ見たいけどスキップする。うわー、キーワードグロッサリー、キーブレード。キーワードグロッサリーの一辺？一辺？キーブレードに関することが記されている。あ、ジミニーメモみたいなやつだ。オッケー。うわー、見たかったー。あ、今の多分マスターゼアノートについてか、マスターゼアノートを書いたメモない。どっちだったんだろう。メリーセット、なんて書いてた？ダイブモード。ダイブモードとは、落下しながら敵を倒したり、プライズを回収するゲームです。ゴールリングまでにプライズを600ポイント獲得しよう。あ、これな。え、間入ればいい。これ自動的に、だから近づいたら吸収してくれるパターンだから、一歩一歩綺麗に当たらなくてもいいやつだもんね。それで言うと。で、敵を倒すときは、左下にあるボタンどれか押したらいいってことだ。おー、いいね。あ、危ない、それだろうか。え、ここカードはいいやつ。違う違う違う、全然違うじゃん。違う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 。何のわーってやつ。え、今のわーってやつなんだよ。わかんなかった。さっきのなんだよ。A ボタンだけっぽいな、攻撃の。わかんなかった。何だったんだろう、今の。とりあえず、A だけやつが。なんか、奥のニューニューみたいなやつを使った。飲んでるの。あ、やばい、クール苦手。あー、うまい。あ、うまい。ごめん、画面落ちてついたら。やばい、自分もまあまあやべえから。そこじゃないけど。あ、やばいやばい。え、あ、これはこれで。あ、なになになに、どれかわかんないよ。やばい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 。どれだよ、どれだよ、よくわかんないよ。どれだっていける、メガプレイヤーってあれじゃない。あ、ドナルドが使えるやつじゃない、違う。あ、あれドナプレイヤー、あ、なんだっけ、まあいいか。え、これどの辺が一番多く取れる、これどの辺が一番多く、なんかここっぽくない、違う。だから一応下がったり上がったりするんだけど、正解がわかんなかった。あー、メガプレイヤー使えばよかった。うわー、くっそー、使いたかった、D だって、しょぼ。え、しょぼいよね、多分。いや、わかんない。まあ、いい。あれ、初めてだから。ノットチュートリアルで生きてるから。あ、この服は。そして、この街は。ガチか。あ、寝てるんかい。すごいな。よく立ったまま寝てたな。それで言うとさ、立ったまま寝たことないかも。ここは。たまにいない？あれ、心配だ。トラバスタウン。そうだよね。久しぶりだよね。で、服変わってるし。そう、思った。これも、イエンシット様の魔法かな。なんでイエンシット様限定なんだよ。ああ、その修行のみたいなこと、え、わからない、これどのタイミングのやつなんだろう。なんかキングダムハーツって、キングダムハーツ、ケーブメモリーズ2みたいな感じで、一応なんか話の経緯的にゲームがねあるんだけど、これどのタイミングのやつなんだろうな。それよりリクは、確かにな、リク、斬新だな。リーカー、工場外で絶対的に。な、いるの？ひどいノイズだ。ノイズ？うっ、誰？見えないの。誰？誰？え？お前が空。俺じゃん。そうだけど。ガチか。なんで俺のことを？え？ここもコラボしてる。参加者ってわけじゃないんだな。なあ、ガチか。だからノイズか。決まってるだろ。これはゲーム。久しぶりに見た。参加者には制限時間が刻まれてる。このゲームも、ね、体験版させてもらってるんでね。あの、そっちはそっちで。俺はこのゲームに絶対勝たなきゃいけない。あ、ガチか。それにはパートナーが必要。あれ、本来のパートナーは友達の。そっか。うん、そうだよ。ゲームってよくわかんないけど、俺が手伝おうか。よく手伝うって言えたな。なんか BGM もそうじゃん。お前、初対面の相手のことを簡単に信じるんだな。ガチか。イケメンだよな。そもそも参加者じゃないお前はパートナーになれない。あ、そっか。俺のパートナーは決まってるんだ。別にパートナーにならなくても友達として手伝えばいいだろ。ガチいいやつだな。友達なんてそんな簡単にできるもんじゃない。友達の定義って難しいね。そうかもしれないけど難しいことじゃない。変なやつ、勝手にしよう。もう必要にだな。勝手にする。すごいな。あ、もういいな。え、じゃああれもできるようになるってこと？さすがにそれは無理。
うわ、ガチか。いやー、これは見たいけど、いい。大丈夫かな？めっちゃやるかし、あ、終わった！じゃあ見とけばよかった！いや、関係ないか。というわけで、一旦ね、体験版はね、ここまでとね、なります。うわー、やりたかったね。いや、このゲームくっそ欲しいなー。もう終わろう。というわけでね、YouTube のね、チャンネル登録者数ね、年内にね、1000人超え目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人いるよって宣伝してもらえたら助かります。YouTube 以外にも Twitter、TikTok、インスタで何かしら投稿してるんでね、そっちの方もね、反応もらえたら嬉しいでございます。概要欄の方に、おのおのリンク貼ってあるんで、そっちの方から飛んでもらえたら楽かな。もう終わろう。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。YouTube チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。